在、世界の貿易の大半は海運業により成り立っています。航空貨物と比較してもその量は200倍近く。島国の日本では貿易量の 99.6% を船が運んでいます。そんな大きな役割を担う海上輸送ですが、世界の海で船舶が排出する CO2 は年間約8億トン。これはアマゾンの森林が持つ CO2 の吸収能力の8割を使ってしまう量でもあります。脱炭素化社会の実現に向けて陸上で進む水素活用の取り組み、今海でも同様の取り組みが期待されています。そこで水素で海を変える、未来に向けて海から地球を美しくする、そんな志を持つ5社が集い新たな挑戦を始めます。世界最大級の海運会社として世界の海運業界をリードする日本郵船。1960年代に燃料電池システムの開発を開始以来、水素に関わる技術ソリューションを提供し続けている東芝。脱 CO2 を目指し、水素エネルギーを作る、運ぶ、貯める、使うのサプライチェーンで推進する川崎重工業。エネルギー企業として水素供給インフラの構築をリードするエネオス。第三者機関として水素利用の安全基準を整備する日本海事協会。これら5社の技術力を結集し、海上での水素利用を目指すプロジェクト、それが燃料電池搭載船舶フュエルセルシッププロジェクトです。フュエルセルシップとは、水素燃料とそれをエネルギーに変換する燃料電池を搭載した未来の船舶です。現在の船舶燃料である石油や天然ガスは燃焼させると CO2 を発生しますが、水素燃料は燃焼させても水しか出さない究極のクリーンエネルギーです。フュエルセルシップ実現への挑戦を通じて、船舶の CO2 排出量削減はもちろんのこと、フュエルセルシップを災害時に非常用電源として活用し、海から復旧を支援する存在になったり、船舶による水素の利用促進を通じて水素社会の実現を後押しする役割も果たします。そして海洋立国の日本が世界の水素社会の実現をリードしていくことを目指します。今回フュエルセルシップを開発するにあたり、東芝が大型モビリティ向け高出力燃料電池モジュールを提供し、川崎重工業が船内燃料供給システムとエネルギーマネジメントシステムを、日本郵船が船型開発、建造、運航を担い、クラス NK が船舶の安全性を検証、そしてエネオスが船に対する水素燃料供給を担当し、フュエルセルシップは CO2 排出ゼロとなるゼロエミッション航海を実現します。水素で海を変える、未来に向けて海から地球を美しく、フュエルセルシッププロジェクトは日本の港からその一歩を踏み出します。